NHK ミュージックエキスポ。喉の調子が悪そうな岸くんに対して、隣にいた翔くんがすぐに気づいて、大丈夫と声をかけた場面は、ファンにとって非常に印象的でした。音楽やエンターテインメントの世界は、常に新たな才能と感動を生み出し続けています。しかし、その裏には多くの困難や障害があり、それを乗り越えてアーティストたちはさらに輝きを増します。 今回の NHK ミュージックエキスポで披露されたナンバーアンダーラインアイと AV の出演はほんの一例です。多くのファンにとってこのステージがどれほど特別なものなのか、その裏にある努力や挑戦について考えてみたいと思います。まずファンの反応を見てみると、このステージが非常に期待されていることがよくわかります。ナンバーアンダーラインアイと AV が同じステージに立つというニュースで、放送前から SNS は歓喜に沸いた。 ファンはどんなパフォーマンスを披露するのか、どんな曲を選ぶのか、どんな結果が得られるのか、放送を楽しみにしている。また、ファンたちが彼らを応援する理由の一つには、アーティストとの共感があります。ファンたちは、自分たちが感じている感情や思いを、アーティストたちのパフォーマンスを通じて共有しています。例えば、翔君のサインが、いつも通りのハンコサインで愛押し、というファンのコメントは、 彼の個性を愛し、その変わらない姿勢に共感していることを示しています。このような小さなディテールに対する共感が、アーティストとファンとの間に強い絆を生み出しているのです。さらに、アーティストたちがステージで見せる一瞬一瞬の表情や動作も、ファンにとっては大きな意味を持ちます。例えば、喉の調子が悪そうな騎士君に対して、隣にいた翔君がすぐに気づいて、大丈夫と声をかけた場面は、 ファンにとって非常に印象的でした。これは、彼らの間にある信頼関係やチームワークを象徴する瞬間であり、ファンにとっても感動的なシーンとして心に刻まれたことでしょう。しかし、こうした成功の裏には、多くの苦労や努力が隠されています。アーティストたちは、常に新しい表現やスタイルを模索し、観客を驚かせ続けるために努力を惜しみません。その過程では、 時には失敗や挫折を経験することもありますが、それを乗り越えることで成長し、さらなる高みを目指すのです。また、彼らが挑戦を続ける理由には、世界に向けて自分たちの音楽やパフォーマンスを発信し、認められたいという強い思いがあるでしょう。日本国内だけでなく、世界中のファンに向けてメッセージを届けることができるのは、今や SNS やストリーミングサービスの普及によって可能となっています。 そのため、アーティストたちは常にグローバルな視点を持ちながら活動を続けています。しかし、このような盛り上がりの背後には、日本社会の特有の心理も見逃せません。それは、挑戦する人を嘲笑する傾向です。日本では、困っている人を助けることが美徳とされていますが、一方で新しい挑戦をする人々には厳しい目が向けられることがあります。これは 結果を出すまでのプロセスに対する理解や共感が不足しているためかもしれません。アーティストたちが新しい挑戦に挑む際、このような社会的プレッシャーをどのように乗り越えているのか、私たちも考える必要があるでしょう。さらに、アーティストが結果を出した後に、周囲の態度が一変することも少なくありません。成功を収めた瞬間に、それまでの冷たい視線が賞賛に変わるという現象です。 このような障害者の態度は、アーティストにとって一種の試練とも言えるでしょう。彼らは結果を求められる一方で、その過程においても多くの期待とプレッシャーを背負っているのです。では、なぜこれほどまでにファンたちは熱狂するのでしょうか。その背景には、音楽やパフォーマンスが持つ力が関係しています。音楽は、言葉や文化の壁を越えて人々を結びつける力を持っています。 今回の n h k ミュージックエキスポでも、異なる国籍や文化を持つアーティストたちが一堂に会し、一つのステージで共演することで、新たな価値を創造しました。これは、単なるエンターテインメント以上の意味を持ち、人々に深い感動を与えるものです。さらに、今回の n h k ミュージックエキスポのようなイベントは、アーティストたちにとっても大きなチャンスです。 異なるジャンルや文化を持つアーティストたちが一つのステージで共演することで、新たなインスピレーションを得ることができるからです。また、ファンにとっても普段は見られない組み合わせのパフォーマンスを楽しむことができるため、非常に貴重な体験となるでしょう。また、今回の n h k ミュージックエキスポを通じて、私たちが再認識すべきことは、挑戦の重要性です。アーティストたちは常に新しいことに挑戦し、 観客にに驚ききや感動をを与えるたために努力を続けています。す。そのの姿勢は、私たち自身もも見習うべきものです日常生活においても安定した現状に満足せず新しいことに挑戦し続けることで自分自身の可能性を広げていくことができるでしょうまた挑戦にはリスクが伴いますがそれを恐れずに進む勇気が求められますアーティストたちがステージで見せる一瞬の輝きの裏には 何度も練習を重ね、失敗を繰り返し、それでも諦めずに挑戦し続ける姿があるのです。その努力があってこそ、私たちは彼らのパフォーマンスに感動し、共感することができるのです。そして、その挑戦が成功したとき、アーティストたちは一層の輝きを放ち、ファンたちもまたその成功を共に喜びます。成功の瞬間は、単なる結果以上の意味を持ち、 その過程を共有することで、ファンとアーティストとの間に強い絆が生まれるのです。今回の n h k ミュージックエキスポでも、そのような瞬間が数多く生まれ、多くのファンにとって忘れられない思い出となったことでしょう。さらに、アーティストたちが見せる姿勢は、私たちに何が本当に大切なのかを考えさせてくれます。成功や結果だけでなく、その過程で得られる経験や学びが、 人生においててどどれれほど重要でであるるかを教えてくれるのです。私たちも日常生活において結果を追い求めるだけでなくその過程を楽しみそこから学び続ける姿勢を大切にしたいものですこのように音楽やエンターテインメントの世界は常に進化を続けていますその中でアーティストたちは自分たちの個性を発揮しつつ新しい挑戦に挑み続けています彼らの努力や情熱が 私たちに感動を与え、時には人生において重要な気づきをもたらすこともあります。最後に、今回の n h k ミュージックエキスポを通じて、私たちが学ぶべきことは何かを考えてみましょう。アーティストたちの挑戦や努力を見て、私たち自身も日常生活において何か新しいことに挑戦してみる勇気を持つべきかもしれません。また、結果を出すことだけが重要なのではなく、 そのの過程においいても多くの価値があるとうこれからも、音楽やエンターテインメントの世界は進化を続け、私たちに新しい感動を与え続けることでしょう。その中で、私たちも彼らの努力や挑戦に共感し、応援し続けることが大切です。そして、彼らのパフォーマンスを通じて、自分自身の人生にも新たな視点や価値観を見つけ出すことができるかもしれません。 あなたにとって、今回の NHK ミュージックエキスポで最も印象に残った瞬間は何でしょうかまた、その瞬間があなたに与えた影響や感動について考えてみてください。それが、これからのあなたの人生においてどのような意味を持つのか、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。このように、音楽やエンターテインメントの世界で起こる出来事は、単なる書として消費されるだけでなく、 私たちの心に深い影響を与えることがありますアーティストたちの挑戦や努力を通じて私たちもまた何か新しいことに挑戦する勇気を持ち続けることができるのですこの考え方は私たちの日常生活にも深く結びついていますアーティストたちがステージで見せる一瞬の輝きや彼らが放つ音楽やパフォーマンスには彼ら自身の経験や思いが込められています それをを受受けけ取るる私たた、ちもまた彼ららのののの姿にに共感し、自分自分身の人生に何らかの影響を受けるのです。例えば、彼らが見せる一瞬の勇気や挑戦は、私たちが困難に直面したときに立ち向かう力を与えてくれるかもしれません。また、音楽はしばしば、人々の心を一つに結びつける力を持っています。異なる文化や言語の壁を越えて、共感や理解を促進する手段となることが多いです。 今回の NHK ミュージックエキスポでも、異なる背景を持つアーティストたちが一つのステージで共演することで、新たな可能性が生まれました。これは、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、私たちが異なる文化や視点を理解し、共感するための重要な機会でもあります。さらに、ファンたちがアーティストに寄せる思いは、単なる一方的な指示ではなく、相互的なコミュニケーションの一環として捉えることができます。 SNS やインターネットを通じて、ファンとアーティストの間には直接的なつながりが生まれ、共に成長していく関係が築かれているのです。アーティストたちがファンの声を聞き、それに応じたパフォーマンスを披露することもあれば、ファンたちがアーティストの成長を見守り、応援し続けることもあります。このような相互の関係性が、より深い感動や共感を生み出し、音楽やエンターテインメントの価値をさらに高めているのです。 最後に、今回の NHK ミュージックエキスポを通じて、私たちが得た感動や学びを、どのように日常生活に活かしていくかが問われます。アーティストたちが見せた挑戦の姿勢や、ファンとの深い絆を参考にして、私たちもまた、日々の生活において何か新しいことに挑戦し、人々とのつながりを大切にしながら、自分自身を成長させていくことができるでしょう。あなたにとって、このイベントが持つ意味や、 アーティストたちが見せたパフォーマンスから得た感動はどのようなものでしょうかそれを日常生活にどのように生かし、さらなる成長を遂げるための糧とするのか、ぜひ一度考えてみてください。そして、その感動や学びを他の人々と共有することで、より豊かな人生を築いていくことができるのではないでしょうか音楽やエンターテインメントの世界は、単なる娯楽以上のものを私たちに提供してくれるのです。 それをどのように受け取り、生かしていくかは私たち次第です。